エイサップロッキーはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市出身のラッパー、ソングライター、音楽プロデューサー、モデル、俳優。正式にはオーストラリアドル AP ロッキーと表記される。ヒップホップコレクティブのオーストラリアドル AP モブのメンバーとしても知られている。2011年にミックステープライブラブオーストラリアドル AP を自主リリースした後、 メジャーレーベルのソニーレコードと契約を結び、2013年にアルバム、ロング、ライブ。それに先行して2012年に発表したシングル、ファッキン・プロブレムズは、全米シングルチャートにて、最高8位を記録した。2015年には2作目のアルバム、AT、ロング、ラスト、ASAP をリリースし、2作連続となる全米1位を記録。 2018年には3作目のアルバムテスティングをリリースした。ライブでのオーストラリアドル AP ロッキー1988年10月3日、エイサップロッキーことラキム・メイヤーズはニューヨークのハーレムで生まれた。本名はラキム・メイヤーズで伝説的ラッパーのラキムにちなんで付けられた。ペンシルベニア州ハリスバーグに越した8歳の頃からラップに親しみ、兄にラップを学んだ。 ロッキーが12歳の時に父親が麻薬の売買で刑務所に入り2012年に亡くなる。さらに13歳の時に兄がハーレムで殺害される。ロッキーは母親や妹とホームレスのシェルターを転々としながら大麻やクラックを売って生活しその後マンハッタンのミッドタウンに引っ越した。2007年ハーレムを拠点とするヒップホップコレクティブ 2011年7月、シングル、パープルスワックをリリースし、芝叩く間に、ニューヨークのストリートアンセムとなった。8月には、シングル、ペソがネット上に流出し、数週間後には、ニューヨークの注目のラジオ曲、ホット97でオンエアされた。10月には、ミックステープ、ライブ、ラブ、オーストラリアドル AP が大絶賛され、RCA レコーズ、 ポールグラウンズミュージックとレコード契約を結んだ。2013年1月15日、デビューアルバム、ロングライブエイサップをリリースし、発売1周目に13万枚ほどを売り上げ、ビルボード200にて首位を獲得した。また、メタクリティックでは、複数の批評家からの平均点が100点中73点という、高得点を得た。アルバムには、スクリレックスなど、 ダブステップよりのアーティストがプロデューサー。2015年5月、セカンドアルバム、AT、ロング、ラスト、ASAP をリリースし、2作連続となる、全米アルバムチャート1位を獲得した。2018年5月25日、サードアルバム、テスティングをリリースした。SXSW でのオーストラリアドル AP。 ロッキー、エイサップ、ロッキーは2011年から2012年にかけてオーストラリアのラッパー、イギーアゼリアとデートしていた。2013年初頭、ロッキーはモデルのシャネル・イーマンと交際を始めた。2014年4月、二人は婚約していると報じられたが6月に別れている。2019年6月30日、スウェーデン滞在中に暴力事件を起こし拘束される。 翌月には、ドナルド・トランプ大統領が交渉に動き注目を浴びた。同年8月14日、ストックホルム地方裁判所にて有罪判決が出たが、禁錮刑は免れた。ありがとうございます。